はい、こんにちは。保育子育てアドバイザーの松原美里です。また池袋テレビのアナウンサーもやっています。よろしくお願いします。じゃあこれからひげじいさんという手遊びをやります。手を使ってこの手をひげに例える、で、こぶに例える、次に天狗さんに例える、でその後にメガネに例えるっていう風にして、子どもたちと楽しみながら手はお膝って言って、最後にはお話を聞ける体勢に持っていくというのがひげじいさんです。じゃあ一緒にやってみましょう。せーの、タン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 、ひげじいさん、タン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 、こぶじいさん、タン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 、天狗さん、タン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 、メガネさん、トン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 、手は上にひら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 、手はお膝。これがノーマルバージョンのひげじいさんです。じゃあ続きましてアンパンマンバージョンです。はい、最初にアンパンマンはグーでこれを作ります。アンパンマン、次に食パンマン、指を出して食パンマンですね。次に手をヒュッとしてカレーパンマン、そして指を2本上に上げてバイキンマン、最後に指を1本にしてドキンちゃんですね。そして手は上に押して、また手はお膝にします。子供たちアンパンマン大好きですので、ノリノリでやってくれます。一緒にやってみましょう。せーの、トン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 、アンパンマン、トン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 、食パンマン、トン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 、カレーパンマン、トン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 、バイキンマン、トン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 、ドキンちゃん、ひら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 、手はお膝か、もしくはひら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 、僕チーズあんっていうのもありですね。はい、やってみてください。はい、ここまでいくつかの手遊びをご紹介してきました。この手遊びは指先を使うことで子どもたちの脳を刺激したり、想像力や、あとはいろんなものを考える力、物語を感じる力なんかを育てる効果もあります。ですのでぜひ子どもたちに表情豊かに、そして声の抑揚を上手につけながらやってあげてください。またやるときにはこの手遊びをしながら、子どもにどんな状態になってほしいのか、こうわーって楽しい気持ちになってほしいんであれば、自分自身も先にもう楽しい気持ちになってやってあげる、あるいは場面によっては寂しい気持ちになるようなものであれば、先に自分が悲しい気持ちになって残念だなっていう気持ちでやってあげる、なりたい状態を自分が先に表現してあげる、そうやって子どもを巻き込んでいってあげて、豊かな感性を引き出してあげる。